動画をご覧になっていただきありがとうございますセールスマーケティングファームの米澤と申します今日は私たちが行っている漁業の方向けの営業代行についてお話をさせていただきます漁業をやっていらっしゃる方は地元の卸などとお取引をされていると思います注文を受けて納品をするといったような感じですねで、この地元の卸以外に例えば小売や飲食店 などに対して新しして新く取引先を開拓したい食品の加工メーカーに原料として卸したいと思っていても営業になかなか時間を使えなかったりとか営業にお金をかけられなかったりとかまたその営業の方法がわからないといったような理由でなかなか取引先を開拓することができない取引先を開拓する営業ができないといったようなお声を伺っております。そういった 漁業をやっていらっしゃる方はぜひ我々の方にお尋ねい,いただければと思います。我々にご依頼いただきますと新しい取引先の開拓をすることができます。例えばレストランや食品の卸し、あるいは食品のメーカーに対して我々の方から営業代行させていただきます。しかもファックスを使って行いますので一社二十円と非常に安価です。ご利用いただいた。 企業様の例を1つお話します。福井県の生産者の方で我々にご依頼いただいた後、1か月で100件以上問い合わせを獲得して50件以上と取引を開始いたしました漁業をされている方で新しい取引先を開拓したいと思っていらっしゃる企業の方は是非我々の方にご依頼をください。